さあ、行っちゃいましょうか。じゃ真ん中、片五郎くんのご紹介。有明片五郎くんです。お客しよう。片子さんは、よしですか、ご紹介。あ、自分でやる。あ、じゃあ、うちの派遣様。います？いないいない、君一人じゃない。じゃあ、ご紹介お願いします。はい、はい、有明片五郎です。お客しよう。足に隠れている。ただじゃあこっちにいるよ。あ、ゆなちゃん、はい、こっちおいで。あ、本当に。こっちおいで。シャワー行くぞ。はい、こちらに。はい、有明片五郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介できますね。リナ、かわいい。リナかわいい。リナちゃん。なにそれ。ゆなちゃん、ほら、自己紹介する。はい、佐賀県有明海からやってきたムツゴロウのゆるキャラの、本当に君たち、はい、アテンド校キャラクター全然勇気あってない。アントリーよ。ハーフ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 って何だろう。何の話だよ。みんなに分かるように。はい、ガタゴロ今無所属新人で頑張っているゆるキャラさんでしてね。はい、はい、今佐賀県で活躍しているんです。活躍はしていないんですけど佐賀の人ってね、これがね、シャイだから、ね、そう、シャイなんですよ。遠回しディスったな。そんなことないですよ。佐賀までね、この文化を持ち帰ろうと思いまして、なんかね、こちらで勉強してるわけでございます。ね、カタちゃん、ね、今日ちょっと息合わない。今日ちょっと息合わないですね。すいません、今日朝から息が合わないですよ。レッド事務所から引っ張ってきたじゃない。そんなことあります？ね、サーブスコアじゃないよ。そう、もうね。局で。どうだろう。やっぱ誰があれだったのかな。あのね、うん、審判。審判。なんか上に行かなかったかなとかそういう振りじゃないよね。なんかね、すごく言われてるんだ。あ、そうだろうね。入ったらサバサバからいじめられます。やっぱね、応援に行かないといけないね、ガタちゃん。うん。そんな感じでですね。でもみんなに会いたかった。やっぱ行き合わないです。すいません。ダメです。ね。びっくりしちゃった。熱中症とかじゃない。せーの、ハーフ、ハーフ、ハーフ、バッチリです。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アテンドの、アテンドから苦笑いでしたけど。いや、ハーフ、ハーフって、それも間違えたら下ネタじゃないですか。ねえ、ハーフ、ハーフ。よかったね、今日ね。無事でよかった。大丈夫、錦糸町行ったんじゃないですか。ガタゴロ君、なんかちょっとメタボでカエルや恐竜に間違われるそうで。ヘロゲーロ。あの、質問は無視ということで。大丈夫、今日お前、本当に。ね、今日このステージ30分間あるので、ね、ぜひこの後もおしゃべりで楽しんでもらえればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。大きな拍手を。そしてそして